皆さん、こんにちは、鉄道写真家の中井誠也です。今日はですね、第16回のゆるくるアルバム吊るし上げ大会ということでですね。三、えー、月の十六日から31日までにですね。ご応募いただいた写真を吊るし上げてまいりたいと思います。今、なかなか大変な時期でございますが、まあ、この時間だけはですね。えー、ゆるい気分で楽しんでいただけたらなと思っております。 じゃあ早速始めましょうまずは山脇克典さんの作品です作品はこちら <laughs> すげええー、読みます、えー、タイトルが <coughs> タイトルが,ゆるがろうか <laughs> このね「ゆる鉄」は「ゆる鉄」で「が」はひらがなで「ろうか」っていうふうにね、えー、タイトルです 作品の投稿ではありません。ネタですということです。我が家の廊下は、ゆるてつギャラリー本家のゆるてつ画廊にあやかり、ゆるてつ画廊かと命名。先生にサインしていただいた看板もつきました。このね、青い文字のやつね。はい。最大の最近の三大ニュース。 常磐線全線開通、高輪ゲートウェイ駅開業、そして我が家にゆる鉄ガロうカ解説ということで、いつもありがとうございます。あのー、見たところまだ壁にちょっと隙間がありそうですので、あと何点かね、お買い求め。<laughs> いや、冗談ですよ、冗談です。いや、本当にね、あの、こうやって写真を飾っていただくのがね、本当に僕のね、最大の喜びでございますので、本当にね、嬉しいです。今ね、あの、画廊もね、あの、こんな状況なので、えー、開業できないというかね、開店できない状態が続いておりますが、またね、こう、せいコンシェルジュを含めて、 こうね、あのなんとか皆さんの、ねえー、お手元に写真を届けたいなと思っておりますのでそして、まあ、厳しい状況でありますが「ゆうてつろうを、ね、なんとかなんとかですねこう続けていきたいと思っておりますので、ね、また、えー、ぜひね写真をこうお買い求めいただければなと。 思っておりますいやほんとたくさんねあの飾っていただいて山口さん本当にどうもありがとうございましたありがとうございます <laughs> いや嬉しいねさあ続きましてはヒロ08103の作品です作品はこちらおおチャギントンかな えー、菜の花とブルースターというタイトルです和歌山電鉄を走る岡電チャギントン電車 えー、ブルースターの黄色と菜の花が春の訪れを感じさせてくれますということです。うん、いいね、この、あのー、列車全体を忘れてね、えー、このチャギントンのね、えー、キャラクターにガーンと寄っているところ、だからまあ知らない人はね、最初のキャラクターの写真だと思いながらも、おこれ電車の側面なんだっていうふうにね、後から気づくこのね、仕掛けがね、いいなと思います、あのー。構図的にもね 無駄がないですし非常にいいんじゃないでしょうか。というわけで直しなしでございますので DJ 星1つ差し上げちゃいますおめでとうございますねえおめでたいですねはいえ HIRO0810 さんありがとうございましたさあ続きましてはハオさんの作品です。 作品はこちらあーかわい,いねえ、えー、読みます旅をする鳥冬になるとに日本に渡ってきて4月頃には旅立っていく十尾滝、えー、春を待っているのでしょうかそれとも電車を待っているのでしょうか遠くへ行ってみたい旅情が、えー、をかきたてられますということです。これも岸川線 でですすね、えー、で撮影していますこのねなんともこうパッチワークみたいなねあの柄の鳥ちゃんかわいいですね。あのー、アップでね撮りたくなりますがあえてこうやって引いてね駅であるっていうことを分からせた部分なかなかうまいなと思います。あとはねこうレシ、あのー、鳥,を鳥ちゃんを置く位置が非常にいいので、えー、小さいながらもですね画面の中で存在感がね あるのがわかると思いますもう露出的にも完璧ですしちょっと連続になりますが GJ 星2ジジ二つ出しちゃいますおめでとうございますいやなかなか調子いいですね第16回この調子でね行きましょうねはいハオさんありがとうございました <laughs> さあ続きましては銀河の旅人さんの作品です 作品はこちら読み、えー、ます春色の機動車に乗って、ねええー、旅に出づらい世の中ですが綺麗な花とその向こう側を走り抜ける列車を見ると旅に出たくなります一日も早く収束しますようにという、ねえー、コメントでございました。 まあこれもね、あのー、非常にほのぼのとした、ね、作品なんですが、まあ、気になるところといえばやっぱり右上の白い親の敵ですかね。うんこれ、あのーえー、どうしても、ね、やはり左側にあの前回の江ノ電のねワカメの写真があったと思いますがあれと同じパターンいやちょっと列車の位置は、ね、あの上下逆ですけれども。 やはり縦長のものを画面の真ん中に流して、その隅にね、こう列車を入れるとですね、どうしてもその列車がない空間に無駄な空間ができてしまうというところなんですね。まあ、現場に行ってみないとわからないんですが、このお花とお花の間にちょっと隙間があるじゃないですかね。そこのところに列車をこう入れられるような、あのハイポジが取れればね。 あのお花がもうちょっと右にググッと来てですねあの無駄な空間がな、ね、くせるんですけれどもねまあそういう場所かどうかはちょっと行ってみないとわからないのでねあれなんですがあのー、もうねえー、やっぱりこの白い親の敵なんとかねなくす方向でいきたいなと思います。まあ、あの逆をを言えばばね、あのー、列車のの奥にに木がなければもう完全に親の敵を 白バッグとして使って、えー、絵画のようにね、えー、仕上げるという方法もあるんですがなかなか難しいですね、うん、でも素敵なね春の色彩だと感じました銀河の旅人さんありがとうございましたさあ続きましては音さんの作品です作品はこちらわあいいねもう俺の好きなパターン知ってるね <laughs> これもね、あのー、前ボケを入れて、あのー、列車をねこう、えー、主題ポケットとしてですね列車が入る、えー、空間を作っているところお見事です。読んでみましょう奥浜名湖の春春を求めて奥浜名湖へ名駅の線路脇に春を発見しました。 何かとストレスを感じてしまう昨今ですが気持ちのいい撮影時間を満喫できましたということです、ねあのー、またこの車両の色が、ね、あのレトロな色なのも、ね、完璧なんじゃないかなと思います、まああのーね、この鉄橋が両側にあるところがあの普通だったら気になるところですがその手前にやっぱり花を入れるところ ことでですね。その重さもなくしているということで見事じゃないでしょうか？というわけで、GJ 星欲1つ差し上げちゃいます。おめでとうございます。今回は出るね。今回出ますね。調子いいですね。まあこんな時期だけにね。パーっていきましょうね。はい、さあ、続きましては千葉のうさ、パパさんの作品です。 作品はこちらあ,あ俺こういう写真好き <laughs> いいねうん、読んでみましょう「ね、雪の小湊鉄道」昨年2月に小湊鉄道天杯駅上総三又館で撮りました列車のとのコラボはできませんでしたがお父さんと柴犬ちゃんが雪を楽しむように散歩されておりなんかほのぼのとして撮らせていただきました 構図についてアドバイスをお願いいたします。ということです。うん。まああの。ね、あのいいですね。いい風景ですね。うん、ただな。やっぱりね。これね。構図的にはちゃんと列車のいる位置を開けちゃってるんですね。ですから。 まあ、てっちゃんの悲しい佐賀といいますが列車がここに来たらここにちゃんとこういう構図にしようというのが体に染みついてしまっているのでいまいちねこうですからこの奥の茶色いねこの板ですかねあの小屋かそれをカットしてまあもうちょっとズームするただこの、ね、足跡は入れたいよね、うん、ですからまあもうちょっと右に全体振って。 振らなくていいねこのままでいいのでもうちょっとアップにして、えー、もうこのね信号と線路があればもう鉄道って分かりますのでいやこれはねぜ,ぜひこの,あの建物のところでトリミングしてもらったらいいんじゃないかなと思います、まあ、こういう時にねふっとこう足跡にねガッと寄れたりするとさらに良かったと思いますが いやこれはねちょっと名作ですよ名作というわけで出ますよ G.J. 星2つ送っちゃいますおめでとうございます <laughs> 出るねいやでもこれはなかなかいいですよ素晴らしいね瞬間に出会ったと思います、えー、千葉のうさパパさんありがとうございましたおめでとうございます <laughs> いやいいねさあ続きましてはビッグ福寿さんの作品です青い大見というタイトルですこちらああいい駅ですね大見鉄道へ行ってきました駅舎や列車沿線の風景など沿線の風景など趣がありました今回は新八日市駅で撮影しましたがもっと他の駅も行ってみたいし帰りに乗った木部川線は田んぼが多く水田になると 綺麗な景色の写真が撮れそうでした青い列車は景色にすごく映えるなと、えー、思いますということですいやこのね新大川一駅ってね木造で本当にいい駅なんですよね、うん、それと、えー、青空そして青い列車をねこう見事に絡めてくれましたまあでもね本当に難しいんですけど駅舎と 青空と列車っていうね3つをこうやっぱり混ぜているのでなかなかこう全部が食い合っちゃってるなっていうところはありますねまあ列車ともかくえー、やっぱりこう青空で入ることで駅舎がちょっと結構い。 ね、高角にしたことで歪んでしまっていますので駅舎を撮るんであればやっぱり駅舎の方に寄せてあげる、ね、青空を撮るんであればもっとね引いて青空をいっぱい入れてあげるそれどっちかにねやっぱり狙いを絞った方がいいのかなとも思いましたまあでも列車に乗って待ってる間だったらねこういう写真、あのー、こういうねなかなか移動もできないのでまあ,あの難しいとは思いますがそういうところがね気になりましたねあとやっぱこの手前のね、あのー、白いこの。 えー、雨どいが少し目立ちますのでその辺のところもねやっぱり場所をちょっと変えるだけで目立たなくなるかなと感じました、はい、でもね大見鉄道一時こう廃止がねもう決定したいかのような雰囲気だったんですがこの間ねツイッターでニュース見たんですけど、あのー、バスに転換すると1億何千万かかるとだから鉄道のままでいいやと。 いう感じでですねなんと存続が決まったみたみいです、まあ、こんなに後ろ向きな存続が決定もなかなかないと思いますが、まあ、どんな理由にせよ鉄道が残るっていうのは非常にね嬉しいことですのでまあ とと安心というところです、ねあのー、コメントにも書いていただきましたが、ね、あの春の、ね、またあの田んぼに水が入る頃なんかは、ね、少しみんなが旅できる、ね、ような状況になってればいいななんて思ってしまいますが、ねえー、福寿さんありがとうございました <laughs> さあ続きましては浜市さんの作品です。作品はこちら。 ほほほほほこの上の桜がまたね、えー、大胆な構図ですが、えー、タイトルは「お楽しみはこれから」「快、ね、晴の朝まだ一部咲きですがあっという間に満開でしょうか?」ということですあ本当だよく見るとねつぼみもあって、えーね、花がポンって咲いたような感じでとってもいいですねただねやっぱりこれお花がねこう主役ですので やっぱりこの右側のねあのー、カセットコンロのような <laughs> このホテルこれがやっぱりちょっと目立っちゃいますねまあ、こんな時はもう単純にやっぱり画面を縦にねこう縦の構図にしてもうこのままこう縦にトリミングするとスパッとうまくいくと思いますので。 だから普通ねこうもうちょっと花、えー、に寄ったりしますが青空にこうやって花をね全然荒らぬ方向からポンって出すのはねなかなか大胆な構図で僕いいと思いますのでやっぱり縦位置で構えて、ね、この右側の、ねえー、ホテルをちょっと、ね、目立たなくしてあげるとさらに良かったんじゃないかなというふうにね感じました浜市さんありがとうございました。<laughs> さあ続きましては山鉄さんの作品です作品はこちらおお、こちらもつぼみの作品です、えー、タイトルはつぼみまだ早いかなと思いつつも開いの情報が入る出かけてしまうのは日本人の血なのかな偵察に来たのはいつもの入馬川の鉄橋ほとんど咲いていませんでしたがこんなつぼみに出会いました やっっぱり来てよかったと,いうことですまああのねえー、満開だけがねお花の取り方ではないのでこういう今に,今にもこう咲きそうなねつぼみを入れて取るっていうのもね非常にいいんじゃないかなと思います。まああのー、やっぱり背景のね枝がちょっとうるさいですのでうーんこれ何ミリだろう円数が書いてませんがもうちょっとねこう離れて望遠で取るまあでもそうするとねピントがなかなか奥が合わなくなりますので。 なかなか難しいとは思いますができればねもう一番ねこう線路に近いところのつぼみなんかをね探してあげるとねいいのかなと思いましたでもね本当に何度も言いますが満開だけがね えー、お花のこう撮影のねベストポイントじゃないんですね。こうやって咲く前のこのね期待感、そして散った後の花びらね、そんなのもねいろいろ狙いどころになりますので,で、満開ばっかり追いかけないでですね、えー、こういうふうにね狙いを変えてみるのもいいんじゃないかなと思います。このね、えー、やっぱり来てよかったっていう言葉が最高にいいですね。はい、山手さんありがとうございました。<laughs> さあ続きましては横さあのー、やっぱりこう作品を見てねあの皆さん感じると思いますけどやっぱお花の撮影って枝をどういうふうにして隠すかっていうところがね結構難しいところなのかなと。 思います、ねあのーまあもちろん枝から花がね咲くんで枝が映って悪いわけじゃないんですけどどうしてもねあの白い花そして青空のバックに黒い幹が映ってしまいますのでどうしてもそっちが目立ってしまうっていうのが大きいんですねだからそこをいかに目立たなくするかそこがねポイントになってくると思います。 まあこの場合はね一番手前の桜に合わせて列車を動かしたっていうのは非常にいいと思いますがもうドーンともっとお花に寄ってあげてもしピントが合わないんであればもうトリミングしてあげてお花をね画面左半分はお花みたいな感じでそして列車はもうちょっと花に近い位置で取ってあげるとねあのよりボケも大きくなって枝も目立たなくなりいいんじゃないかなと感じました。 そしてやはりねここの主題はもちろん列車ではなくてお花だと思うんですがお花単体だけ見るとやっぱり露出がアンダーなんですねですから、まあ、あの全体の露出ばかりを考えるんではなくて一番見せたいものこの場合はお花ですがお花が露出アンダーになっていないかなどですねそういうことにもこう気を配って露出をね決めてあげるといいかなと思います。 なかなかそれが、ねあのー、背景の、ね、列車が飛んでしまって難しいということであればもうその花は、ね、狙うのが難しいというと,ところになりますので、まあ、会長補正機能を使うか撮影後にです、ね、そっちを下げていく、またお花を明るくしていくという、ねえー、画像処理を、ね、することが必要なのかもしれません横堅さんありがとうございました。<laughs> さあ続きましては下子のヨッシーさんの作品です作品はこちらおお大久保ですねはい、えー、黄色い風ね。えー、小湊の鉄道で撮影していますもっとシャッタースピードを上げたかったのですがこの区間は運転手さんのサービスでゆっくりなんですよね 長す気満々で三脚に乗せて手ぶれ防止もオフにしておいたのですがもしかしたら手持ちで手ぶれ補正モード2の方がぶどまりがいいのかもということです。ねえあのでねもねあの流し撮りってねこうバッチリ決まってるだけが成功じゃないんですね。こうやってあのなんいい感じにお花なんてほらなんかこう焚き火の向こう側の風景みたいにねゆらゆらーっとしてる感じで。 あのー、流れてて非常にねいい感じだと思いますよ、うん、まあ僕の感覚だとやっぱちょっと列車が大きいかなっていうところはありますね、まあ、ね菜の花を画面いっぱいに入れるには多分もうちょっと引いたら菜の花が咲いてないところがあってねなかなか難しかったんじゃないかなっていうのは分かりますが、うん、あの列車がやっぱりちょっとね僕の感覚では少し大きいかなかもっと隅っこでもよかったのかもしれない。 ね、でもねこの本当に止まるような速度で来ちゃったと思うんですけどそんな中ねこう見事に映し止めているところ、ね、あの本人はあんまり、あのー、成功したかない感じですけどいやなかなかいい流れだと思いますよ。ねお見事な一枚だと思います。逆のしさあ続きましては、えー、K さんの作品です。 えー、作品はこちらおモノクロね読みましょう「曇りの桜はモノクロに限るか?」っていうねタイトルになっています目黒川といえば桜の名所今朝はどんより曇り空だったのでモノクロで撮ってみました一応橋梁上の列車も映ってますすれ違ってます本当だということですうん やっぱりねまあモノクロにすること自体はいいと思いますが、うん、桜がやっぱりね目立たなくなってしまっているのでこれカラーだったらこの構図でもいいのかもしれないですけどモノクロにしたらもうちょっと桜を立ててあげないとなかなか難しいかなとも思います。うん、あ,のあえてね日の丸の位置に列車を置いたっていうね、えー、構図もいいですが。 うん桜をメインとしてはちょっと桜がかわいそうかなっていうね気はしてしまいますただこのね都市の風景というで、えー、その切り口で撮ったんであればまあこれはこれでありかなとも思いますが、あのー、親の敵って、ね、空だけじゃないんですねこの空が映って真っ白になっちゃったこの川もやっぱり親の敵になるんですね ですからまあこういう時はあのまあ弾いて撮るよりもなんとかしてアップで絵にするっていう方を僕だったら選ぶんじゃないかなと感じましたねでもなかなかいいですよこうやっていろんなことをねこうチャレンジして自分の感覚を磨いていくわけですからなかなかいいチャレンジだったと思います K さんありがとうございました さあ続きましてはさあ続きましてはピクチャーガーデンさんの作品です作品はこちらおおすごいこれおしゃれなんですよね700系のねラストランのねシーンだと思いますがえタイトルは「お疲れ様」というタイトルです、えー 前の写真でね、京都駅に近い場所で、あの山を越えたら京都駅って書いてある,あるコメントがあるんですが、それと同じ場所で撮影しました。桜見れなかったけど、お疲れ様ということでね、えー、コメントをいただいてますが、これほんとポスターみたいですよね。うん、これちょうどね、河川がね、かからない位置で。 あのまあ、周囲はね結構落としてると暗く落としてると思うんですけどまあそのラストランということで1両目の屋根までピカピカにしてもらっているので本当にねおしゃれなこうポスターのような感じでお見事だと思いますねえというわけでこれはもう直しもございませんおしゃれでございますのでいきますよ「DJ 星三つ」 いってますおめでとうございますピクチャー・ーデンさん素晴らしい作品ありがとうございましたではいじゃあ続きましてはあっ来ましたよ浜松の変態さんねえ <laughs> ビートビートさんの作品です広いというタイトルですタイトルはこちらおおこれは 読みます。シグマのカメラで採用されている21対9のアスペクト比、えー、興味はあったけど試していませんでしたがふとしたきっかけで使ってみました空の広がりが感じられて、えー、もっと早く使えばよかったということです、えー、8分の1秒で流し撮りしてますが爽やかですねあ本当にねもう見事としか言いようがないねこちらも。 作品になっていますであのー、また空の表情がいいですね、あのー、この細長のね、えー、ワイドなこう画面をね非常にうまく使ってるんじゃないかと思います。やっぱカメラの機能もねこうどうしても同じような機能ばかり使ってしまいますがこう普段あまり使わないねこういうトリミングアスペクト比なんかもね使ってみるとまたね新しいこう表現がね広がるんじゃないかと思いますので。 こちらも出ちゃいますねえ DJ 星2つ差し上げちゃいます今日は調子いいねおめでとうございますねいや本当にすごいねねビートビートさんねいつもありがとうございますさあ続きまして新タムさんの作品です作品はこちら g j <laughs> もうね GJ 出るねこれ絶対、ね、タイトルは「虹のアーチをくぐって」少し時期外れですが昨年2月の写真です初めて三義鉄道との出会いはまさかの虹付きでした、えー、雪山と虹を背景に急カーボをゆっくり走る三義鉄道にただただ感動しました最初はと鳥を入れて欲張りな構図にしようと思っていましたがちょうど自分の車が邪魔で望遠に切り替えたのが 結果的に大成功だったと思います。大切なな枚になりましたいやこれはまさにね鳥居を入れないのは大正解でございますよ。ねえそれでこの何て言うんでしょうね太い虹ねえまたここに出てくれたらいいなっていうところに見事に出てるのがお見事だと思います。ねえこれも直しなしでございますので。 G. J. 星二つ差し上げちゃいます。今日は乱れ。乱れ打ちだな。ねえ、なくなっちゃうんじゃない、G. J. バッチ。ね、大丈夫かな。はい、新玉さん、ありがとうございました。おめでとうございます。さあ、続きましては、駒中さんの作品です。作品はこちら。の渋い。ね。 近鉄鮮魚列車ラストランの朝踏切でカメラを構える少年に出会いました早起きして自転車を40分もこいで、えー、やってきたそうです挨拶もちゃんとしてくれて自分が撮った写真を嬉しそうに自慢げ少し自慢げに見せてくれるこんな鳥鉄少年がどんどん育ってくれたら鳥鉄おっちゃんは嬉しいなということですいやーこれなかなかねあのなかなか 鉄道を取りに行っててっちゃを取ることはないと思いますけどやっぱりねそういうやり取りが非常に気持ちいいなとねしあの駒中さん思ったんでしょうねそれをそこを素直に取った感じがねとってもいいなと思いましたやっぱり挨拶ってね大切ですねうんこのまあこのね少年がこう列車を待つ間のこのね、えー、ゆっくりと流れる時間まで映ってるようなね えー、とってもねあったかい作品だと思いますねとりておっちゃんも嬉しいということですがとりておじさんはおばさんなのおじさんもねこういうね、えー、作品がで来るとねなんかほのぼのとした気持ちにねなってしまいます小間中さんありがとうございましたいいですねいいですねさあ続きましてはハムさんの作品です 作品はこちら。おタイトルは頑張れねえ。広島電鉄原爆ドーム前の電停は、線路と線路の間に芝生が植えられています。その中でタンポポが頑張って咲いていました。電車が通るたびに風で揺れながらということです。いや、これなかなかね。あのー、いいですね。うん、あのー、あえてど真ん中にね。 花、えー、を置いていますがそれはね日の丸構図ではなくて非常に効果的なね構図だと思いますこのね列車の奥がちょっとどういう風景か分かりませんが、まあ、この構図でもいいですけど画面の右上にちらっと列車が映ってる感じでももしかしたら良かったかもしれませんというのもこの列車がこうねこうあることで えー、この線路が1本しか映ってないのでなんかこう鉄道の車両なのか溝なのかちょっとね分かりづらくなってるかなっていうところがありますのでまあもうちょっと列車が右にいた方がバランスがいい気もしますしまあシンメトリーでこれもいいのかなっていうふうに気もしますし列車がもしいるんだったらここまで線路を入れなくても日の丸にしなきゃよくてもいいかなともいう気もしますしなかなか難しい作品ですね。 うん、でもねこういう小さな自然に気づいてこれを撮ろうというね、あのー、気持ちになってそれを作品にした乙女心素晴らしいいと思いますやっぱりね写真ってねおじさんでもおばさんでもそうなんですよ。ね。あのー、乙女心でいいなと思った写真っていうのはう写真からねその撮り手のいいなという思いがこう滲んでくるような感じがしますので。 とってもねいいと思います。えー、浜野さんありがとうございました。<laughs> さあ続きまして鳥鳥さんの作品です、えー。作品はこちら。おおこうですよこうでなかなか爽やかな一枚なんじゃないかなと思います。 やっぱり枝の大部分をね、こうやってお花で隠すことで、えー、画面の中を非常にシンプルに見せ,て見せることでですね、非常に、えー、見やすい写真になってるんじゃないかなと思います。まあ、あとは列車の目立たせ方ですね。うん、これは、えー、読みましょうね。西部かなこれ。はい。 えー、春ほんのりというタイトルです。露出をシャドウ部に合わせて背景にしてみました、えー。ふんわりした雰囲気の春になりました。あ、伊豆パコだ。大有山線ですね。で撮影してくれています。まあ、これもね構図としてはいいんですが、まあ、あのー、また列車のねこう目立たせ方の問題になってきますかね。でもこれでも F19 まで絞ってるからそうですね。あとは列車の色かな。 うんまあ、ここまでいい構図を見つけたらもしねあのカラフルな列車が走ってたらそっちの方まで待つっていうのもねもしかしたらいい手かもしれませんあとは列車のこれ側面ですけどやはり、えー、と左からねあ右側からこ列車が来た瞬間列車の顔が映ってる構図だともう少し、えー、目立つかなと思います、まあ、このね季節のこういう写真っていうのは、ね、お花の綺麗さと列車の存在感を いかに両立させるかそして列車をね自然に負けないようにする列車の存在感をいかに失わないようにするかっていうのが大きなポイントですのでその辺のところねあの僕もいつもね、えー、悩みながら撮影をねしています。えー、とりとりさんありがとうございました <laughs> さあ続きましてはのむのむさんの作品です。えー、作品はこちら 三陸鉄道全線再開通ということでですね3月20日台風19号の災害で一部運休していた三陸鉄道が全線,線開通しました当日はコ新型コロナウイルスの影響と強風のため各駅でのイベントが自粛中止になってしまいましたしかし記念列車は2駅ですが運転することになり 昨年訪れた折笠駅で何とか撮影することができました残念ながら列車はちゃんと取れませんでしたが駅に集まった地元の皆さんを撮影できたので嬉しかったですということですなんで列車が打つ <laughs> なんで列車を取れなかったのかなそこら辺ちょっと気になりますけどこれあのおばちゃんたちかなねえあ,あのー、ねえあ自然災害関係者の皆様ねえ ご苦労様でしたなんてねこうメッセージもあり、ね、あの非常にめでたい、ね、え雰囲気が伝わってくる写真になりましたまあ半肉鉄道もねほんと何度も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 ,何度も、ね、あの苦難を乗り越えて走っていますのでね あのこの日も行きたかったんですけどね。うん、あのこんなね、素敵な風景が見れてね、ねのむさん、えー、よかったなと思います。もうちょっとねこう、メッセージにグッと寄ってあげてもね、よかったかもしれません。ありがとうございました。<laughs> さあ、続きましては、キクさんさんの作品です。えー、作品はこちら。<laughs> すごいよね、これね。 これ、あのー、上車なんですけどね昼下がりのツインズ以前 G 字賞を頂い,いた吉田松陰の銅像ポートレートと同じ日に撮影したものです松陰神社の踏切付近で待機したところ双子を乗せたベビーカーが通ったのでシャッターを押しましたベビーカーを押しているお父さんをトリミングでカットしてライトルームで霞除去をマイナスに設定して仕上げましたということです はい、えー、これまあねあのー、トリミングしたということなんですがお父さんがどれぐらいね邪魔だったかがちょっとわかんないんですけどもうちょっとやっぱりお子さんのね左側に余裕があった方がいいかなっていうのとどうせトリミングするんだったらもっともっとアップでね、えー、もう右側の前ボケ半分ぐらいで、えー、トリミングしてそのね えー、お子さんをもうちょっと大きくしてあげるとねいいかなと思います。あんまりこうねきつきつにトリミングするとちょっとやっぱりね、あのーえー、無理無理のある構図になりますのでその辺のところねちょっと現場がどんな感じかわからないんですがどんなお父さんかもわからないんですがそこら辺がねちょっと気になるところかなと思います。この、ね、上車 これ、プスプスっていうやつでね、むっちゃ高いのよ。ねえ、確か10万以上すんだよね、確かにね。あ、そんなもんじゃなかったかな。うん、俺、あの、子供が小さい頃ね、あの、一回買おうかなと思ってね、<laughs> 悩んだんですけど、あまりの高さにやめましたが、さすがセタチンの沿線はセレブが多いですね。プスプスでね、リアルにお子さんを散歩させているところ、まあ、いかにもセタがやっとくてね。 えー、いいんじゃないかなと思いました菊さんありがとうございました <laughs> さあ続きましては小川さんの作品です作品はこちら、えー、復興の火を乗せてというタイトルです、えー、これはね2枚あるんですが1枚目がこちらで2枚目が こちら、まあ、少しアップにしたんですねちょっと読んでみましょう先日行われた聖火の日のイベントこの日岩手県では聖火を三陸鉄道から SL 銀河へ乗せ替えて花巻市まで運びました一日,中雨一日雨降りだったにもかかわらず一目見ようとたくさんの人が駅や線路沿いに集まっていました 新型コロナウイルスの影響でイベントの規模は縮小されましたが多くの人の笑顔を見ると被災地で開催できて本当に良かったなぁと感じました写真は夕方晴れた時を狙って撮れた一枚です成果を載せた SL を祝福してくれるような優しい光に包まれた写真になりましたちょっと色がどうかしてしまいましたがコメントよろしくお願いいたしますということです さあ、これ、まあ、まずトリミングから見てみましょうか。1枚目がこちらで、えー、2枚、あ、1枚目がこちらで、トリミングしたのがこちら。うん。トリミングするとね、列車は大きくなるんですが、あのー、やっぱりちょっと日の丸っぽい感じになってしまいますので、これはトリミングなしで、1枚目の、えー、このままでもいいかなというふうに感じました。そして、このね、奇跡のような夕日のね、 えー、指す風景とってもね感動的でいいんじゃないかなと思います。まああの聖火列車ってねもしあのヘッドマークとかついてるんであればあえてねそれをあのアップで撮ってあげたりしてもまあいいのかなと思いますが、まあ、こうやって風景的に狙うんであれば もううこれででいいいんじゃないでしょうかただこれよく見るとですね、あの、編成の後ろの方がですね、ビニールハウスにこう重なってしまっているので、もう少し列車が右の位置にいるところが、まあ、ベストショットかなと思います。まあ、それに合わせて画面をね、もうちょっと右側に振ってあげる、またはもうちょっと小さく撮ってあげる、でそういう方向性にね、してあげてもよかったのかもしれません。まあ、でもこの時はね、まさか、 でオリンピックが、ね、あの2020年から1年延期になるなんて誰も思っていませんでしたので、まあ、ある意味非常にいい記録になったんじゃないかなと思います今成果は、ね、あの J ビレッジの方で保管されているということなのでもうねまた三陸鉄道とか SL に乗ることはないと思いますので非常に貴重な、ねえー、写真になったんじゃないかなと思います まあ、ほんと新型コロナウイルスの影響で,です、ねえー、オリンピック伸びてしまいましたが、まあ、逆を言えば、ね、2021年には東京オリンピックがあるんだと思えばよりなんかワクワク感が出てきますのでまた、ね、来年成果がこうまた動き出して、ね、全国を回ることを、ね、楽しみにしたいなと思います。えー、貴重な写真小川ささんあありがとうございましたさあ続きましした続きては 丸おじさんの作品です作品はこちらあらかわいいねこれ真四角写真ですねはい、えー、タイトルは「レモン」ね、2月23日富士山の日あ2月23富士山なるほどね富士山バッグの有名撮影地を数カ所ウロウロその中の1カ所富士山バッグの185系を撮りに寄った時の待ち時間に見つけた レレモンとレモンンととイエローの電車ですということです、うん、まあ、1 8 5と富士山もいいですけどこれもこれでなかなかねいいんじゃないでしょうかねあの昔ながらのね西ブイエローとねこのレモンがまるでコーディネートしたかのようにねな感じで非常にねいいんじゃないかなと思いますバランスもいいですしまあ真四角にね、えー、するのもなかなかいいんじゃないかなと思います でもどうせトリミングするんだったらこの電、えー、車の上のこの葉っぱも切っちゃっていいかなと思いますねもっともっとアップでね、えー、デモンを3つギリギリに入るぐらいにして列車もこの位置のままもうちょっと左側がね、えー、切れるぐらいの感じでも良かったかもしれませんいやでもね、えー、本命よりもかえって印象に残る写真が撮れてね良かったんじゃないでしょうかね 魔導士さんありがとうございました。<laughs> さあ、続きましては虎蔵さんの作品です。作品はこちら。おお、すげえ。足、え、利、ー、や公園の桜えー、松田駅近くの足利や公園に行ってきました。小田急線に乗っていると緑豊かな場所があり、気になっていました。 この日は残念ながら曇りで親の敵を切るためにトリミングしましたが青空であればもう少し桜のボリュームを出せたのではないかと残念でしたまた来年もチャレンジしたいなと思いますということですうんなかなかこれねあの列車の抜けとしては難しい場所ではありますがまあ桜のボリュームはね結構ありますねうんまあここではこうやって撮るしかないもんね あと一つ、もしやれるなら、低速シャッターでこう流したりね、すれば、でもやっぱこの幹はね、ちょっと黒く映ってしまうと思いますので、なかなか、なかなかの場所だと思います。で、まあこのままの構図で言うなら、やっぱりね、この下のこの紅葉の部分はもうカットしてしまって、まあ、桜のね、あの、美味しい左半分は切れてしまいますけど、 あのー、やはり列車を画面の下ギリギリぐらいにする構図にした方がより、ね、列車が目立ったかもしれません、まあ、晴れたらまたねでも晴れてもまた列車明暗差がつきすぎて、ね、列車を目立たせるのも難しいと思いますので何気にこれが、ね、ベ,ストショベストな交、ね、線状態だったのかもしれませんもう気持ち列車の露出を見ても、ね、あの明るくしても大丈夫ですので まあ後でねぜひこうパソコンで画面を明るくしてもらうともう少しね爽やかな雰囲気になるかもしれませんでもこうやってね電車から見て気になった場所にチャレンジしてみるっていうのはね非常に素晴らしいことですので虎蔵さんねお見事だと思いますありがとうございました <laughs> さあ続きまして1729マサさんの作品ですえー、作品はこちら おなんか真四角流行ってるのかな真四角。ねええー、いきます、えー。気になる踏切村上7号踏切を通った時に見てずっと気になっていた第4種踏切さ、えー、その最広1号踏切を上田村上駅側から逆光になる朝の時間帯を狙って撮ってみました。 住宅街の近くなのでできるだけ余計なものを避けるために100、400の望遠に2倍の、えー、テレコンをつけてさらにスクエアにカットしてみましたということです。まあこれはね、まあ、簡単に言うとやっぱり列車が大きいんですよね。うん。あのー、やっぱりこの踏切を目立たせるためにはもう列車もう一番奥の奥がいいかなと思います。そうするとね あのー、やはり、えー、今このちょっと目立たなくなってしまっている、えー、踏切がもうちょっとね目立ってくるんじゃないかなと思います。これあの上にね住宅があるのでスクエアにしたと思うんですがもうねこの佇まいが良かったらもう列車のことは忘れて、ね、この踏切だけでね、えー、3対2のままいろんな構図を狙ってみるのもねいいんじゃないかなと思います。 まあねあの1729マサさんが見つけた場所ですからまたねえー、外出できるようになったら是非チャレンジしてみてくださいねありがとうございましたさあ続きまして春友さんの作品はこちらはいああねなかなか爽やかですね えー「見送りだけでも」という、ね、タイトルですちょっと読んでみます「乗って千葉へお出かけしようと思っていた車両ですが家族のために自粛です」「えらい!ね」ねせめて近所の桜並木からお見送り見頃の桜も曇りや雨続きで晴れ晴れとした気分になるにはまだまだ時間がかかりそうですね先生がこのコメントを読む頃には状態が好転していることを望みます水道橋駅お あ新岬橋付近からです。ええー、あそこか。昔、あの、クリエイトっていうね、現像書があって、ね、よーく行った場所ですが、あ,あそこで撮ったにしちゃ、素晴らしい写真ですね。うん、どうしてもこの近くからね、広角で撮ることはあったんですが、両方を入れてね、あのー、撮るっていうのはなかなか、 あの思いつかなかなったのででお見事ですこれ上にまたね橋があるんでなかなかもうこの構図以外撮れないねカットですがいやそう考えるとなかなかお見事ですねはいまあ自粛で乗らなかったということですが本当にねもう今は我慢しましょうね僕もねこのまあ本来ね僕はこう写真を撮るのが仕事なわけですからまあ不要不急じゃないって言い張れば <laughs> あの外出して撮影することもできるんですけどいや不思議なもんでねなんかこういうあの状況になるとあんんまりり写真も撮りたいなななと思わなくなっちゃうんですよねまあ仮に撮りに行ってねみんなが自粛してる中一人でねこういい季節を独り占めして撮ってもなんかその作品をね好きになれないような気がしてねだから今はねもう本当にえとっても辛いですけどなんとかね こうちでおとなしくして、まあ決まっている撮影はね、もう出ないとしょうがないですが、まあ、それ以外はね、もう家でおとなしくしてようかなと思っております。ねもう本当に皆さんね、大変な時期だと思いますが、頑張りましょう。ねはい、じゃあ続ききまして、先輩さんの作品になります。先輩さんの作品、こちら。ねわ <laughs> 最後の最後に、ね どっかで見たことある鉄道マニアが映っておりますが読みましょうねタイトルが「ゆうすけくんかつたあんぱん買ってきて」ってね、えー、また楽しい鉄道旅がしたいなというコメントですモデル小学校の後輩でもあるホリプロマネージャーの南田ゆうすけさんということですあこれあんぱんを食べてるんですね、うん、これ小湊かなあいやなかなかね え楽しい旅、えー、楽しい雰囲気が伝わってきてねいいですねはいなかなかね、えー、またこういう写真見ると出たいなと思ってしまいますが、まあ、繰り返しになりますがね、えー、今はみんなじっとしてましょうステイアットホームということでですね、えー、また旅できる時をこう夢見てですね今はえちょっとね家でおとなしくしてするのが え必要ななのかなと思っています、まあ、その間にねこう自分が今まで撮った写真なんかもなかなか見返すこともなかったと思いますので、まあ、そういうのも含めてですねまた見直してみて次の撮影にね生かしてい,いけたらななんてね思っております。 それでは、えー、第16回のイルクラアルバムをね、これで終了になります。また4月もね、えー、作品が集まり次第、えー、またね、こうやって吊り仕上げていきたいと思いますので、で皆さん、どしどしご応募していただけたらなと思います。朝のお風呂でヒゲを剃って、ここを怪我した中井聖也がお送りいたしました。ありがとうございました